影武者徳川家康は、竜慶一郎作の時代小説。徳川家康が、実は、関ヶ原の戦いで西軍により暗殺され、影武者と入れ替わっていたという内容で、静岡新聞に1986年1月4日から1988年11月30日にかけて連載され、1989年新庁舎から上下間で刊行された。 1993年、上中華の全三観で文庫化。第8回日本冒検証説協会大賞特別賞を受賞した。その後、原哲夫によって漫画化され、また1998年にテレビドラマ化され、4月から6月までテレビ朝日系列で、また2014年1月2日に新春ワイド時代劇としてテレビ東京系列により放映された。 影武者徳川家康のタイトルで相川登による脚本のもと1994年12号から1995年13号まで週刊少年ジャンプで連載されたその後アレンジを加えて主人公を変更したサコン戦国風運録が1997年から2000年まで月刊少年ジャンプで連載された影武者徳川家康とサコ 同じく原作、竜慶一郎、作画、原哲夫の、花の刑事の三作では、家康の要望に極端な違いがあり、肖像画とも異なる要望が話題となった。家康、関ヶ原西津秀忠の反撃、暗殺指令脅迫、即室お茶の方、風魔一族隊、野牛軍団反逆児忠と母の秘密忠を将軍に、怪物長安の野望、 秀頼より暗殺、徳川の豊富つぶし大阪城、千人の兆し決戦、大阪城炎上最後の激突、二郎三郎対、秀忠テレビ、東京開局50周年記念特別番組、ありがとうございます。